はいどうも、新興メタルチューニングです。僕の長年のですね、悩みというか夢というか、このケルン石塚の世界、これ25年ぐらい前の本です。約25年間僕はずっと考えていたことがありました。今となればメーカーはですね、自動車のエンジンのバルブスプリングをなるべく柔らかくしようというふうになって、燃費とか稼いだりとか一生懸命やってます。しかしケルン石塚さんは四半世紀前からですね、柔らかい方がいいぞとね、強化バルブスプリング、ビッグバルブ、速パワーアップなんていうことばっかりじゃないぞと、適切な柔らかさが必要だぞと、ここで、もう歌ってます。さすがですね。ただね、ここのページに書かれてたのが僕を悩ませました。不当ピッチの場合、メーカー指定と逆にするのが正解。なぜならば慣性重量は増してしまうからだと書いてあります。それはつまりサージングが速くなるということを意味するのではないかと僕は解釈して、これどうなんだろうとずっと悩んでいたんです。故に僕の今回のアクティトラックはですね、最初バルブスプリングをメーカー指定とは逆に組んでみたんです。これビートのホンダビートのスプリングですから、9000回転までは全然回るはずなのに、8000回転でサージングが起きてしまっていました。わからない。なのでこれをメーカー指定に戻しました。戻してみて、走ってみて、そうすれば明確にこの25年間の悩みが解決するだろうと、そういう思いでワクワクしながらエンジンをかけて乗りました。いやー、これはすごいですね。僕の中ではもう本当に長い長い謎が解けた。そしてやはりケルン石塚さんは未来を見据えていたすごい人だということが改めて分かりました。そしてこの本をもう一度読み直してみたいと思います。キャブレターですが、ここはアクティの純正シングルスロットルを使ってます。故にですね、これポート加工したり、ビート用のビッグバルブ入れたり、カムシャフトはビートより1個下ですが、軽トラよりハイカムなトゥデイのものを使ったりしているので、たくさん吸いたい、もう目いっぱい、上がなかなかもう吸えない、苦しいのが分かってたんで、本来ならビートの3連スロットルなんてことになりますが、まあそれはちょっと無理なので、手前についてる金網、これを外してなるべく吸えるように、少しでも吸えるように、まあただ外すだけですけど、今回は外してメインジェットをさらに大きく、170から185にしてみました。さあエンジンかかりました。メインジェットを15番、185番入れて、バルブスプリングを入れ替えてもらって、今一発目かかったところです。どうでしょうか。非常に、まあ、今アイドラップ中ですけど、スムーズ。ピストンとメタルのコーティングするととてもスムーズになります。さあアイドラップ終わりました。メタルチューニングです。今ですね、前回の動画でも話したんですけど、メインジェットを番手上げるのと、バルブスプリングの向きをメーカー指定に、戻すというのをやりたいと言ってたんですけど、まあ、それをエムズモーターズの、まあ、メカニックタネちゃんにですねお願いしてやっていただいて、それの帰りというところで軽く動画を撮ってます。ちょっと荷物もね、大切な荷物も積んでるんで、そんなに無茶はできないんですが、ちょっとね軽く引っ張ってみたいと思います。
ですね、以前は3速でもう70ぐらいから加速が鈍って、80出したとしたらもうサージング起こしてますみたいな感じだったわけですね。はい、ですので今回どうなるのかっていうのをちょっとだけね撮ってみたいと思います。まあ3速ですね、踏んでみましょう。めっちゃ速くなりました。すごーい。